皆様どうもこんにちは、本日はですね、新しいニュースがちょっと飛び込んできました。それはですね、シグマの 16mmF1.4DCDN コンテンポラリー、こちらのレンズがシグマ公式からですね発表されたんです。これがですね、もう開発発表ということなんで、おそらく社内には完成品があって、もう生産ラインに載せるだけ、そういう状況になっているのではないかなと。まだ、いつ、この何月何日に発売しますよっていう、そういう情報はないんですけれども、でもですね、もう1ヶ月ぐらいしたら発売になるのではないかなと思います。今日はね、このレンズちょっと見ていこうかなと思います。これね、僕もちょっと気になってるんですよ。なんで見ていこうかなと思います。まずですね、このシグマの 16mm、この DCDN って書いてあるんですけれども、こちらはミラーレスの、しかも APS サイズ、センサーサイズがですね、フルサイズには対応してません。一回り小さい APS か、まあそれ以下ですね。ちなみにマイクロフォーサーズのマウントも出るみたいです。なので、例えば GH5 だとか、ああいうカメラにも取り付けることができるという、そういうレンズになります。まあ、APS で使えばね、24mmF1.4 っていうことで、成形写真でもね、使える焦点距離になってくるんですよね。まあ、使えるというか、標準的な焦点距離になってくるんですよね。僕もね、ソニーの一応ミラーレス持ってますんで、NX5R っていうね、まあ、もう相当古いカメラなんですけど、まあ、そういうのに取り付けて使うこともできます。で、あとはね、最近で言えば、α6500 とか、α6300、そういうカメラをお使いの方も、このレンズね、お使いいただけますね。動画、一眼動画とかされてる方もね、なかなかこれいいんじゃないかなと思います。ちょっとまだね、重量見てないんですけれども、多分ね、DCDN なんで、そこまで重くないとは思います。予想 300g とか 400g ぐらいかな、それぐらいだと思うんで、動画のね、でお使いの方もですね、これいいんじゃないかなと思います。で、まあ、どういう特徴があるかっていうと、フルサイズの一眼レフ用の、そのレンズに匹敵するレンズがですね、すごく、贅沢ですよと。特殊レンズたくさん使ってますよと。で、集差もいろいろ抑えてて、解像力も非常に高いですよと。で、オートフォーカスがですね、まあ、自然なフォーカスワークができますよと。で、そのフォーカスがね、多分ですね、あんまり音が鳴らないタイプかな。動画の方でも、使っていけるような、そういうものじゃないかなと思います。まあ、これはね、出てみないとわからないですけれども、多分ね、最近はそういった一眼動画っていうのもかなり流行ってますんで、E マウントのね、α6500 とかに取り付けて、撮影できるというものだと思います。で、詳しいのは出てんのかな？あったあった。この製品については、詳しい内容はこちらをご覧くださいって書いてあるんで、ちょっと見てみましょうか。16mmF1.4DCDN。F1.4 と、コンパクトネスを両立したシリーズの第2弾っていうことで、実はですね、この DCDN っていうのは、30mm が今まで1本しかなかったんですけど、より広角の 16mm がこの度出たというとこですね。まあちなみに価格も発売日も未定なんですけど、価格に関してはね、そんなに高くならないんじゃないかっていう見立てが強いですね。なぜならば 30mm の F1.4 がですね、3万円なんですよ。で、そちらがね、新品で3万円くらいなんで、こちらもそこまで高くなったらおかしいはずですね。で、フルサイズの 24mmF1.4 のアート、あちらがですね、約9万円かな。一番安くて9万円ぐらいなので、おそらく、まあ最初はですね、4万ちょっと超えるぐらいかなと思います。4万5000ぐらいになるかなと思ってます。で、それからね、まあ半年ぐらいすると値段落ちてきますんで、うまくいけばね、3万円台で手に入るようになるんじゃないかなと思ってます。で、そうなったらね、これすごい魅力的ですよね。なかなかね、30mm の F1.4 の方も描写がいいと、かなりですね、性能がいい、安い割に性能がいいというふうに言われてますんで、この 16mm の F1.4 ね、非常に魅力的ですね。僕もまあ、取り付けのできるカメラ持ってますんで、いや、本当にこれは検討してもいいかなって思ってます。
で、なんとまあ 16mm の、大口径の F1.4 の、すごいですね、広角、まあすごい広角ってわけじゃないですけど、まあ広角レンズですね、それが、手に入るということだと思います。で、まあアートラインに匹敵する高画質っていうところにですね、サジタルコマフレアを最小限に抑制と書いてありますけれども、まあこれはね、星とか撮ってもそういったね、サジタルコマフレアっていうのはね、よく鳥が羽を広げてるような、まあ本来点であるものがですね、そういう風に描写されるものをサジタルコマフレアって言うんですけれども、それをですね、最小限に抑制してありますよという、まあそういったことが書いてあるわけですね。いや、なんかこれね、期待できるなと思うわけですね。実際ね、そこまで高くなりそうじゃないっていうところが結構ポイントですね。いくら良くてもね、高いと手に入れることができないんですけど、これなら本当に検討してもね、いいなと思いますもんね。どっかにもっと詳しいとこ書いてないかせ。あ、そうだそうだ、ここだ。ですね、ここのね、一番上のところに、今概要を見てますね。このレンズ全体の、概要を見てますけれども、気になるのはですね、このレンズ構成図とか仕様とか、こういうところですね。これをちょっと見てみましょうか。ここをクリックします。で、そうすると、レンズの構成図ってこんな感じになってますね。いやー、かなり豪華に使ってますね。FLD ガラスっていうのが、おそらくフローライト層と、まあ、光学的性質が似ている、比較的近いのが FLD だと思います。それが3枚。で、SLD ガラスっていうのが、こちらはですね、エクストラローディスパーションレンズ、まあ、ED に比較的近いんじゃないかと言われてます。それが2枚ということで、そういった特殊なね、ガラスがですね、5枚も使われてます。その上に非球面が2枚ということでですね、かなり贅沢にですね、特殊ガラスとか、特殊レンズって使ってますね。このね、DCDN にしては多いんじゃないかなと思います。全体はね、13群16枚とだいぶ多くなってしまってますけれども、でもまあそのうちのですね、5枚は低分散、まあ、特殊低分散ガラスということだと思います。だここにね、重さも書いてあるわ。質量 405g ということで、まあまあ軽い方なんじゃないですかね。最近シグマのレンズっていうのは、大型化、大型化して、さらにですね、重量もどんどん増してきましたけれども、こういうね、APS 用のはですね、こんな軽いレンズが出てるみたいです。まあ、もっともね、ソニーの単焦点とか、200g とか 300g ぐらいのあったかな。それよりはちょっと重くなるんですけれども、多分ですね、描写性能で言えばですね、こちらの方が上になるんじゃないかなと思いますね。シグマのね、最近のレンズっていうのは、すごくですね、解像力が高くていいという評判なんで、これもですね、まあ APS ではありますけれども、フルサイズほどのイメージサークルはありませんけれども、α6500 とかでね、4K の動画とか撮る分には十分なんじゃないかなというふうに思います。で、画角がですね、まあ、これ 83.2 度っていうのは、これはね、おそらくもう APS 換算になってると思います。APS で 83.2。で、最小絞りが、F16。で、最短撮影距離が、まあ、25センチなんで、まあ、最短撮影距離はですね、そこまで撮れない。まあ、25センチだったら、広角だったら十分かなとは思うんですけどね。まあ、僕としてはですね、まあ、無限の描写性能が一番だと自分の中では思ってるんですけど、まあ、実際使われる方はどうでしょうかね。この25センチってどう思われるんでしょうか。まあ、近いと思われるのかは、ちょっとまあ、人それぞれかなというふうには思います。で、マウントはですね、ちなみにソニーの E マウントですね、ソニーの E マウントと、マイクロフォーサーズなので、オリンパスとか、パナソニックとか、そういう時、そういうカメラに使うことができる、そういうミラーレスカメラに使うことができる、まあ、そういったレンズになってます。で、MTF とかも載ってたかな、確かですね、MTF 曲線とかも、ここのね、性能データの部分に載ってましたんで、まあ、ちょっと見てみましょうか。MTF はですね、こんな感じになってますよと。で、これがですね、まあどうかっていうところですよね。でもまあ、まあまあいいんじゃないかなと思います。ちなみにこの赤の方が、10本パーミリメートル、緑の方がまあ30本パーミリメートルってところで、まあこの広角レンズにしたら、まあまあな方じゃないかなと思います。まあこれ1に近いほどいいんですけれども、大体ですね、広角レンズってこの周辺に行くとね、もう0.3 とか 0.2 ぐらいまで下手ってくるんですけれども、まあ、0.45 かな、4か、0.4 ぐらいですね、は、キープしてますんで、悪くはないと思います。
ただまあちょっとね、どれぐらいかな、これ APS で見てるんですけれども、ハイトがですね、イメージハイトが10ミリぐらいまではですね、だいたいこの点線と実線が一致してるんですけれども、それからちょっとね、ここ、離れてくるところがあるんで、まあこういうね、データがあると、なんかね、傾向なんですけど、こういった MTF が出てくると、ややね、星が歪むっていった、まあそういった現象が見られる時があります。まあ、天体やってる僕としては、そこら辺がですね、ちょっと何かな、懸念材料かなとは思いますね。ただまあ、値段がね、おそらく多分3万、4万ちょっとぐらいだと思うんで、それでですね、まあこれぐらいの性能が得られるんだったら、特にですね、ここの、中心部の方ですね、中心部の10本パーミリメートルなんていうのは、0.9 をずっとオーバーしてですね、キープしてる。まあ、イメージハイトがですね、10ミリになるぐらいまではずっとキープしてるんで、これはですね、なかなか期待できるのではないかなって思います。中央のね、その解像力っていうところに関しては、このレンズはですね、かなりあるのではないかなというふうに、この MTF から読み取れますね。これはね、いやでも本当ね、30ミリ、あ、違う、16ミリの F1.4? ちょっとね、まだ前出てたのが30ミリ、まだ1本しかなかったんで、ちょっとそちらに慣れちゃってますけど、まあそれに対してですね、新たにラインナップが加わった。まあ、あまりですね、おそらくコスト的にも高くないレンズがですね、今日発表されたっていうことで、いや、このレンズはですね、本当にちょっと楽しみですね。国内のシグマが、作ってるってことで、個体のばらつきとかね、そういうのも多分抑えられてますし、何かあってもね、すぐに対応できる、と思うので、対応していただけると思うので、まあ、そういう点でも安心ですよね。これはね、なかなか楽しみです。本当にね、価格によっては値段が下がってくればね、本当に買ってもいいかなと思える、そういうレンズですね。これに関してはちょっと今後もね、動向を見守っていきたいかなというふうに思います。ということで、今日はですね、シグマから、16mmF1.4DCDN、こちらのレンズが発表されました。なので、それをですね、ちょっと見ていきました。いや、これはね、僕もね、すごく楽しみだなというふうに思ってます。今後もね、動向がどうなるか非常に気になるところですね。ということで、今日はこれぐらいで終わりたいと思います。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。